ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。世界中には多くの神話や伝承が伝わっていると思うけど、中でも聖書ってなかなか興味深いわよね。大昔から今までずっと受け継がれてきて、しかも内容も様々な話があるから面白いと思うわ。まあなんせ聖書は世界で一番多く出版されている書物とも言われているからな。それだけ多くの人が大切にしてきたものだということもわかるだろう。うんうん。そんな聖書の中でも私は特に、ノアの箱舟伝説が気になっていてね。内容は正直、ざっくりとしか知らないんだけど、あれがもし本当に起きていた話だったとしたら、なかなか興味深いって思っていたのよ。お、なかなかいいところに目をつけたな。実は今でもノアの箱舟伝説に出てくる大洪水について研究している学者はかなり存在していて、なんと地球の歴史を振り返ると世界各地に記録的な大洪水が起こった痕跡があるというんだぜ。え、そんな痕跡が見つかっているの？ノアの箱舟伝説をもとに世界で発見されている大洪水の痕跡についてもっと詳しく教えてほしいわ。よし、じゃあ今回はノアの箱舟伝説の大洪水は本当に起きていたのかについて話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。ではまず最初にノアの箱舟伝説についてあまりよく知らない人もいると思うので、聖書におけるノアの箱舟伝説とはどんな話かについて紹介していくぜ。私も簡単なあらすじ程度にしか知らないから、ぜひ教えてほしいわ。ノアの箱舟伝説とは旧約聖書の創世記に登場する、大洪水にまつわる物語のことだ。昔々、人々は嘘をついたり怠けたり、悪いことばかりをしていてだな。そんなある時、神は地上の人々の堕落を嘆き、洪水で滅ぼすことを決意するんだ。堕落した人類を見て神様もついにお怒りになったのね。そこで神は信仰の強いノアという存在に対して、その事実を告げた。ノアよ、私は大洪水でこの世界を滅ぼすから、お前は箱舟を作り、家族と動物を乗せて逃げなさい、と言っていたな。神様も、信仰心の厚いノアだけは助けようとしたってことなのね。それでノアは箱舟を建設したってことか。その通り。ちなみにこの箱舟はゴフェルの木で作られていて、3階建てで内部に小部屋が多く設けられていたという、箱舟の内と外脇のタールで塗られたなんて記録が残されているな。随分と詳しいことまで記録されているのね。やがてノアは箱舟を完成させると、妻と3人の息子とそれぞれの妻、そして全ての動物のつがいを箱舟に乗せた。ノアは唯一神様からのお告げがあった人とはいえ、それを村の人とかに伝えたりはしなかったのかな？いや、神様からのお告げを受けたノアはちゃんと村の人々に大洪水が起こることを教えていた。しかし村の人たちはそんな話、誰も信用しようとはしなかったんだ。結局ノアが箱舟を完成させたところで村人は誰も乗り込もうとしないまま、ノアの家族と動物たちだけが船に乗ったって感じだな。なるほど。それはまあ、ノアは悪くないわね。それでその後に大洪水が起きたってことなのかな？怒りの洪水は40日40夜続き、地上に生きていたものを滅ぼし、水は150日もの間、地上で勢いを失わなかったと記録されているぜ。やがてその後にノアたちを乗せた箱舟はアララト山の上に止まったんだ。うわ、本当に大洪水が起きたんだね。じゃあ箱舟で逃げたノアたちは助かったものの、村に留まった人たちはみんな全滅したのか。やがて時が経ち、水が乾き始めた時にノアは箱舟から出て糸の指示を受け、家族と動物たちと共に箱舟を出ることになった。そこに祭壇を築いて、焼き尽くす献物を主に捧げたんだぜ。ノアが助かったのは、そういうところにあると思うのよね。ああ、主はこれに対してノアとその息子たちを祝福した。そしてノアとその息子たちと後の子孫たち、地上のすべての生物に対して、今後絶滅させてしまうほどの大洪水は二度と起こさないと契約をしたんだぜ。主はその契約の証として、空に虹をかけ、以上がかなりざっくりとしたノアの箱舟伝説の概要だな。今の話を聞いている限り、ノアの箱舟は神による人々への鉄槌の伝説だったんだなと思ったわ。でももしこの大洪水とやらが実際に起きていた話だとしたら、それはめちゃくちゃ恐ろしいことだと思うよ。よし、ここまでノアの箱舟伝説について、ある程度はわかったと思うので、次からは実際に世界で見られる大洪水の痕跡について話をしていこう。めちゃくちゃ気になるんだけど、例えばどんなものがあるのかしら？例えば国会なんだが、そこには過去に人々が住んでいた時期があったとされているんだ。国会ってヨーロッパとアジアの間にある内海のことよね。名前的に黒い海なのかと思っていたけど実際に海面が黒いわけじゃないのは覚えているわ。その通りだ。国会は世界有数の広大な内陸海で、最大水深は2000メートルを超えるともされている。ちなみにこの国会は塩分濃度の低い表層水と塩分や硫化水素の濃度の高い深層水の2層に分かれていて、
青く澄んだエーゲ海に比べて、硫化鉄の多い深層水の影響で海が黒く見えるという特徴があるぜ。黒海ってどうして黒い海なんだろうって思ってたけど、そういうことだったのね。実はそんな黒海で、過去に大洪水が起きたとされているんだが、それは気候が温暖化した約9400年前に、当時まだ淡水湖であった黒海に地中海の海水が大量に流れ込んだという話だぜ。その大洪水によって黒海の水位は急上昇し、地中海と一つ流れになったというんだ。そんな、ちなみにかつてこの黒海付近に人が住んでいたのを示す痕跡とかって見つかっているのかな？それについては黒海の海底に河川の浸食作用でできる地形が見つかったり、淡水に生息するはずの二枚貝の化石が発見されるなどの理由から明らかになっているぜ。なるほどね。でもその後、黒海の水位が上昇してしまうようだけど一体どのくらい上昇したっていうのよ？気候の変化によって地中海の水位が上昇すると、黒海との間をせき止めていたボスポラスの堰が決壊し、地中海の海水は一気に黒海へ流れ込んでしまった。この時、黒海の水位は60メートル以上上昇したと考えられているぜ。そのため周囲の村々が水没してノアの洪水など、水の氾濫に関する様々な民間伝承が生み出されたのではないかとされてきたんだ。めちゃくちゃ恐ろしいことが起きているわね。その地中海の海水が黒海に一気に流れ込んできたことを見て、当時その辺りで生活していた人々はそれを大洪水だと言ったってことなのか。そんな黒海における大洪水だが、一説ではこの時に流入した水量は、なんと1日で500億リットルにも及んだと言われているんだ。500億リットル？そんな水の量、全く想像できないけど、もし本当にそんな大洪水に襲われたとしたら、当時の人たちはひとたまりもなく流されてしまったでしょうね。ちなみにこのような大洪水の記録って他の地域にも存在しているのかしら？他にはアメリカで起きたケースがある。この大洪水は1万年以上前の話で当時は最終氷期と呼ばれる最後の氷河期の末期だったんだが、その地表を覆う分厚い氷床が溶け出した時期でもあり、ここで大洪水が起きたんだ。この時、北アメリカには北極からニューヨークまで厚さ3キロの氷床があったことがわかっていて、当然溶けた氷は水となり海へと流れ出して溶けきる前の氷に阻まれ、氷河湖を形成することもあったぜ。それだけの規模で氷が溶けたなら、この氷河湖もかなり大きなものだったでしょうね。そうだな。なんと巨大なものではカナダの半分ほどの面積のものもあったと言われている。しかし地球は年々暖かくなっていくわけで、その分だけ氷もどんどん溶けていくわけだ。ここで氷河湖で大量の水をせき止めていた氷が溶け、膨大な量の水が一気に流れ出してしまったんだな。なるほどね。それが大洪水として流域に猛威を振るっていたってことか。そりゃあもしその流域に文明があったとすれば、かなり壊滅的な被害を受けたと思うし、当時ならなおさら、神の怒りによるものだと思ってもおかしくないわよね。さらにこの大洪水は地球全体の気候にも影響を与えたと考えられていてだな。鍵となるのは大西洋南北熱源循環、通称アモックの存在だぜ。アモックっていうのは一体何なの？アモックは熱帯の暖かい海水を北大西洋へと北向きに運ぶ。大規模な海流系である大西洋の南北方向の延直循環のことだ。通常、赤道付近で温められた海水は極域に向かうに従い熱を放出する形で循環しているんだぜ。この循環をアモックって呼ぶわけか。そしてその時に放出した熱によって気候が暖かくなるんだね。その通り、このアモックは安定した気候を保つことに一役買っているものとして知られてきたんだ。だが最終氷期にアメリカにおいて海に流れ出した大洪水とされる水はメキシコ湾流にぶつかり、塩分濃度が大きく変化してしまったんだよな。それによってアモックの循環が妨害されちゃったのね。この気候を温めていたアモックというシステムが停滞すれば次に起きるのは地球規模の寒冷化で、大洪水を免れた人間を含めた動物にもかなり大きな打撃を与えたんだぜ。うわぁ、随分悲惨な被害が想像できるわ。この寒冷化によって多くの種が絶滅したのは間違いなさそうね。このように大洪水はその被害地域のみならず、地球規模の災害を起こしてしまっている。現在の洪水という概念以上の猛威を振るい、多くの生命文明が失われる原因にもなっていたと考えられているんだぜ。これがノアの箱舟伝説の大洪水と関係あるのかははっきりしていないんでしょうけど、これだけの大きな被害があったら当時の人たちは相当恐ろしいと感じていたに違いないわ。さて、そんなノアの箱舟伝説の大洪水だが、さっきのあの箱舟は最終的にアララト山にたどり着いたという話をしたよな。実はこのアララト山について、現在のトルコ国内に実在すると言うんだぜ。あくまで伝説上の存在じゃなくて、この世に実在している山なの？ただしこれは12世紀以降に聖書のノアの箱舟がたどり着いた山ということで知られていて、ヨーロッパ人によってその名が付けられたと考えられているんだ。
それはなんか、後付けでアララトさんって名前になった感がある命名の仕方ね。じゃあやっぱりこのアララトさんっていうのはあくまで伝説上の山で、実際にあるアララトさんが本物かはわからないわね。そう思うだろ。ところが1850年に、なんとも驚くべきことが起こるんだ。え、何が起きたの？当時、無神論者だった3人のイギリス人がいるんだが、彼らがアララトさんを訪れたことがあったんだ。そのアララトさんにある氷河や石景にできた深い割れ目であるクレバスの中に、巨大な船を目撃したという住人がいて、その人を案内人にして正体を確認しに行ったんだぜ。え、無神論者だったのにその巨大な船を確認しに行ったの？これは逆に無神論者ゆえにこの船がほら話であることを証明したかったんだろうと考えられている。ところがいざ案内人についていくと、なんとそこには本当に大きな船があったんだぜ。じゃあその3人のイギリス人はつまり、箱舟を目撃したってこと？そんなの絶対にかなり驚いたに違いないわ。その後イギリスから来た3人は案内人に口止めし、その事実がなかったことにしようとした。しかし晩年になってその事実を新聞社に告白し、このことは新聞にも載ったんだぜ。そりゃ当時は大きな注目を集めたに違いないわ。さらに1883年には火山性の地震によって、箱舟の一部がクレバスから見つかる事件も起きている。しかし地震により山の状況が不安定になったことで、政府は調査を断念したと記録されているんだよな。じゃあこの真相は未だに謎のままなの？そうなんだ。さらに1916年には偵察機がアララト山から40キロの地点にある氷河湖に、巨大な船の形にも思えるような何かが沈んでいるのを発見したという報告が上がっているんだ。え、何それ？これについては敵の潜水艦である可能性もあるため、150人にも及ぶ部隊を派遣して、その正体が古代の200メートルの全長を持つ船だったことがわかっているぜ。めちゃくちゃ大きな船じゃない。ちなみにその船の中とかってどうなっているのかはわかっているのかしら？何でも船の中については何百もの部屋に分かれていて、恐竜さえも乗せることができるような高い天井を持つ部屋までもあったことがわかっているな。この船の調査結果については後ほど詳細にまとめられたようだが、派遣された部隊の国で起こった革命などによって、その詳細は紛失されてしまったみたいなんだ。こっちも今はもはや証拠がないって感じなのね。またアララトさんには現在も衛星写真などによって、箱舟が漂着した跡地がしっかり確認できることも広く知られてきた。このようにアララトさんにおける箱舟の目撃情報は時代を超えて様々報告されているんだぜ。確かに様々な話があるし、どれもかなり奇妙な話だと思うわ。でも一つ疑問があるんだけど、これだけ多くの報告が上がっているけど、じゃあ一体どれが本物の箱舟かって話よね。お、さすが目の付けどころが違うぜ。実際にそのような疑問は研究者の間でも話題になっていてだな。例えば現在有名になっている衛星写真で見られる漂着した跡が本物だとすれば、じゃあさっき見つかったクレバスの中に眠る船は一体何なのかという話になるわけだ。また偵察機が発見したようにアララト山でなく、その近くにある氷河湖に箱舟が存在するというのなら、アララト山にあるとされているあの大きな船は一体何なのだろうかとも思うよな。もしかしてのあの箱舟っていくつもあったとか。お、なかなかいいセンスしているな。まずここで考えられるのは多くの情報が全くの信憑性のないガセ情報だということだ。ああ、なるほどね。説としては一番つまらない感じだけど、確かに実際に目撃情報があるものの、現存しないのっていうのはおかしな話だと思うわ。そうだよな。そしてもう一つ考えられていることがある。それは、本当はノアの箱舟は船団だったのではないかということだぜ。船団って、一体どういうことよ？ノアの箱舟って言うけど、伝説上はノアとその家族が箱舟に乗り込んでいただろ？さらにノアは全ての動物の頭蓋をも乗せたりしていたわけだ。確かにノアだけが乗り込んでいたわけではないわよね。この話が本当だとすれば、霊夢が言っていた通り、船が複数あったとしてもおかしくないと思うんだぜ。なるほどねー。まあでもその場合、船を作る労力をどうしていたのだろうかとか、そもそもそんなに多くの船を作ることはできるのかなど他にも様々な問題が出てくるわけだが、一つの説としては十分に考えられていることは知っておいてほしいんだ。それにしてもアララトさんと箱舟の関係は想像以上に深そうだけど、少なからず何か関係があることはほぼ間違いなさそうだと思ったわ。このアララトさんについては今後も調査が続くでしょうし新たな情報を待つしかないわね。ここまで話したようにキリスト教において聖書は最も重要とも言えるものであり、多くの人が聖書に書かれていることは真実だと信じているわけだ。もちろんのあの箱舟伝承についても聖書に書かれている以上は事実であり、本当に起こったものだと考えられてきたのよね。その通り。
だが現在地球の全てを覆うような大洪水があったということは、地質学など様々な面で否定されているのも事実なんだよな。じゃあノアの大洪水伝説についてはあくまで伝説上の話で、実際に起きたことではないってこと？そう言われると、そうとも言い切れないって感じなんだ。もう、なんなのよ。じれったい言い方しているけど、結局何が真実なわけ？そもそも聖書というのは神が人間に書かせたことになっているんだ。だがそれは文字通りに自動筆記的な感じではなく、聖書になるように人間がそれを書く奇跡を起こしたと考えるのが近いんだぜ。聖書ってそんな感じで作られたとされているんだね。でもそれがノアの箱舟伝説の真相と何の関係があるのよ？このことから考えられるのは、ノアの大洪水伝説は当時の人間にとって、そう感じられたものが綴られていたことではないだろうか？どういうこと？この伝説は世界を大洪水が襲ってノアの箱舟に乗っている以外の人間が滅んだという話だったよな。それはノアにとって認識できる限り世界を洪水が襲って、その世界のノア以外の人間が滅んだということを意味するとも言えるんだぜ。はあ、なるほど。さっき国会を大洪水が襲った話を紹介してくれたけど、もし本当に過去に国会の底には人類が住んでいたとしてそこに地中海の水が流れ込んだとすれば、当時の人からすれば世界が大洪水に飲み込まれて全滅したように感じてもおかしくないもんね。そういうことだ。つまり当時にしてみれば世界が洪水によって滅んだとしても、今になってみれば局所的な洪水だった可能性も大いにあり得るわけだな。でももしそうだとしたらこれだけ色々な場所でのあの大洪水だとされている。大洪水の痕跡が残っているのも不自然な話だと思うんだけど。だってそれって色々なところでのあの箱舟が存在していたと考えられているってことでしょ？実はこのことに関して重要な鍵を握る話があってだな。バベルに関する伝承なんだぜ。バベルの伝承って何？旧約聖書にはバベルの塔伝説という物語が記載されているんだ。その簡単なあらすじとしては昔々、地上に住むすべての人間たちは一つの言語で繋がっていて、人間たちは先が天に届くほどの巨大な塔を作ろうと試みたんだ。何のために？どうして巨大な塔を作ろうとしたのか、それについて明確な理由は記されていないものの、一般的には人々が塔を作り、神に挑戦しようとしたからと考えられている。だがその人間たちの行動に対し神はブチギレて、人間たちをすべての地に散らし全地の言葉を生み出したんだぜ。こうして人間たちの街づくりと塔の建設は終わりを迎えたんだ。ここでも人類は神様を怒らせているのね。このことから大洪水の後にノアの子孫が繁栄し、神の人は世界中に散るようにという意思に反して、人間がバベルの地に集い天にも届くような塔の建設を始めると考えることもできると思うんだ。それで神様が怒って、人々は結果的に世界中に散っていったわけだもんね。つまり世界中に伝わる世界を一度滅ぼした洪水の伝承とは、ノアの経験した洪水という共通のものが各地の言葉で、受け継がれてきたものだと考えることもできるはずなんだぜ。なるほど。じゃあそれって逆に言えばノアの大洪水の伝説で描かれている洪水の痕跡を探すことで、ノアより前の人類史にとって重大になる場所を探すことができるかもしれないってことよね。そうだな。だがそうなるとやはり箱舟が残っているとされているアララト山については、絶対にスルーしちゃいけない場所だと思うんだよな。確かにそこら辺には何かしら鍵がある気がするわ。でもそのアララト山については今もなおほとんど何もわかっていない状態だしね。やっぱりこのノアの大洪水伝説についてはまだまだ多くの謎が残っていそうだと思ったよ。聖書の記述を真実だと仮定して考察してきたが、やはり聖書の記述の全てを真実とするには、現在、科学的な調査で分かっている地球の歴史と照らし合わせるとそこが出てくるのも事実だ。まあそうよね。しかし聖書もまたローカライズされたものであり、原点が他にあると考えれば、説明できることも増えてくると思うんだぜ。それって例えばどんなものがあるのかしら？例えばさっき説明したアメリカで驚異的だった大洪水について、実はその時代と同じくらいの時にヨーロッパや世界各地でも、同じような洪水が起きていたことが分かっているんだ。じゃあ同じ時期に世界中の様々な地域で大洪水が起きていたってこと？絶対に何かしらのつながりがあると思うんだけど、それらの洪水の原因って何か分かっているのかな？それについて、実は世界にはヤンガードリアスと呼ばれる彗星があってだな。なんとこの彗星は小氷河期を作り出した原因とも言われているんだぜ。ヤンガードリアスは知っているわ。確か地球上で最終氷期が終わった後に温暖化が始まった状態から、急激に寒冷化に戻った現象のことよね。そうそう。このヤンガードリアス彗星は複数の彗星が次々と氷河に衝突を起こしたと思われていて、氷河に衝突し、世界各地で氷河が溶けて様々な地で多発的に洪水が起こったと考えられているんだぜ。なるほど。
じゃあ神様の怒りでも何でもなくちゃんとした自然現象によって起きた洪水だったかもしれないのね。実はその自然現象とも言える彗星についてだが、ここにもなかなか面白い話があるんだ。え、なになに？何でも過去に存在していたメソアメリカには、光る蛇が空から落ちてきて大洪水が全てを流したという話がある。そしてその後、大地がすっかり寒くなったという伝承が残っているんだぜ。そのメソアメリカっていうのはどんな存在なのかな？メソアメリカは中米における先スペイン時代の古代文明圏のことを指す。このメソには中央、中間という意味があり、アメリカ大陸中央の文明だからメソアメリカ文明とされているんだぜ。へえ、そんな意味があるんだね。そんなメソアメリカには他にも様々な伝承があって、例えばメソアメリカの古代文明の神話にはケツァルコアトルという神が存在したとされているんだ。そのケツァルコアトルっていうのは一体どんな神様なのかしら？ケツァルコアトルは民衆に文化を授けた神であると同時に農耕の神、風の神であり、この名前には羽毛を持つ蛇という意味があるんだ。確かにこの見た目はその名の通り、羽毛を持つ蛇って感じだわ。そんなケツァルコアトルは人間に文明を授けた神ということになっているんだが、ここで重要な意味を持つのが古代宇宙飛行施設なんだぜ。古代宇宙飛行施設って確か地球外生命体が地球に文明と生命をもたらしたっていう説よね。他の伝承とかでも聞いたことあるけど、そんなこと実際にあり得るのかしら。古代宇宙飛行施設の代名詞とも言われるのがシュメール文明の地であるメソポタミアなんだが、実はこのメソポタミアにも原初の海の女神として蛇の姿を持つとされるティアマトが登場するんだ。これらのことから考えられるのは、蛇という存在は地球外から来たものという認識があるということだぜ。確かにどちらも蛇が共通して出てくるわね。じゃあもしかしてメソアメリカに残されている伝説に出てくる光る蛇っていうのは、地球外からやってきた可能性があるってこと？それってもしかして彗星のことを指しているのかな？その可能性は大いにあり得ると考えられているんだぜ。またアメリカの大洪水が海に流れ込んだことによりアモックを停滞させて、地球を寒冷化させたことについてはさっき話をしたよな。実はここで彗星が衝突した際に大気に舞い上がった大量の水蒸気や土ぼこりが日光を遮って、その結果、寒冷化を加速させたとも考えられているんだ。はあ、なるほど。じゃあつまり彗星、すなわち光の蛇が空から落ちてきて、それらが大洪水を起こして全てを流してしまったということなのか、それによってやがて寒冷化が起きてしまったってことなのね。ああ、つまりこのメソアメリカに伝わる伝承は、科学的な調査で近年に分かってきた事実を説明していたことになるとも言えるよな。さらにこの彗星の衝突は偶然のものではなかった可能性があるんだ。え、それはどういうことなの？そもそもノアの箱舟では神の意志によって大洪水が起きただろ？実はこのノアの箱舟伝説の元になっているとされているシュメールの粘土板に記された洪水神話があってだな。そんなものがあったのね。そのシュメールに残されている洪水神話もやっぱり神様の意志で洪水が起きたことになっているのかな？実はそれが、神々の集会で決定した意志で洪水が起こされたことになっているんだ。つまりこの洪水は人間を作った神、すなわち地球外生命体が関与していたのかもしれないとも思えるわけだ。ほえ、すごい発見じゃない。もしここまで紹介したノアの大洪水伝説をそのままの意味で捉えるとするなら、人類をリセットするために意図的に彗星を衝突させたとも考えられると思うんだ。まあ真相は未だに謎のままだけどな。世界各地に残る過去に起きた大災害とも言える大洪水の痕跡には、何か私たちが知らない、もっと重大な地球と人類に関する真実が隠されているかもしれないわね。今後、研究が進んで新たなことがわかるのを期待しているわ。ということで今回はノアの箱舟伝説の大洪水は本当に起きたのかについて話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？正直この伝説ってあくまで伝説で実際に起きた話じゃないと思っていたんだけど、ここまで様々な痕跡や謎が世界中に隠されていると、実際に起きたとされてもおかしくないと思ったわ。しかも地球外生命体との関係性も指摘されているし、今後どんな研究結果が出るのか楽しみね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。